どうもこんにちは、クロネタです。スプラトゥーンフェスマッチやっていきたいと思います。今回はインナー VS アウターですね。で、使っていく武器は赤ザップです。さあ、行きましょう。で、今回のギアはメインに一足とスペシャル性能アップとなってます。まあ服はフェスなんでね、固定ですね。で、今回のミステリーゾーン中央が回るんですよね。さあ、いきなり行きましょうか。ちょっと下がって、待った、登れない。よいしょ、行くぜ。あー、一人しかロックオンできなかった。お、そこにいる。あー、結構押し込まれてるね。ロボット、イカスフィアが来てるか。やっちまえ。よし、オッケー。煽ってないで塗って。おっと、そこにいんのか。ほっ、あれはきついかな、さすがに。ちょっときついよ。お、いいよ、インクアーマー、いいよ。今のうちに真ん中に行きましょう。さあ、スペシャル試させてもらいますよ。いけ、よいしょ。その端っこにいんのかい。おい、どうだ、きついだろ。それはきついんじゃないの。また来た、イカスフィア。ほっ、さあ、塗って。あ、インクがない。あー、インクがなかった。さあ、スペシャルもあと半分ぐらい溜まりますからね。おっと、危ねえ。一旦下がって、お、敵結構倒れてるね。今のうちに塗って。そろそろ復活するかな。ちょっと下がって、そこ、いけ、全弾発射。さあ、どうだい。あく、ちょっときつい。ほっ、わたー、くそー。あと一発が足りなかった、ごめん。いやー、結構入り込んできてるね。この時間でこれはきついかな。あと味方、ナイス。そこにいるね。逃げたか。おっと、あれは当たらんな。この辺塗って。さあ、もうちょっとでマルチミサイルいけるから、いくぜ。よいしょ、全弾ファイヤー、ロボットボムゴー。さあ、塗って、最後に塗って。さあどうだ。結構苦戦しちゃったけど、濡れ的には勝ってるように見えるが。はい、オッケー、味方ありがとう。ちょっとミスが多かったかな。でもやっぱりザップは楽しいね。さあ、2戦目はザトウマーケット。このステージでフェスになるのは初めてか。にしてもすごい色してるよな。これ何色？銀とグレーの間ぐらいかな。さあ、塗って。開幕そこにほい。あの辺結構来る人多いんだよね。おっと、やられましたか。ほっ、インクアーマー来たな。おっ、くっ、あっ、大丈夫かそれ。あ、ナイス。さあ、結構押し込まれましたけども、上にほい、いたね。あー、もうちょっと近づけばよかった。一旦下がってのマルチミサイル、全弾ファイヤー。よし、やはり性能積むだけで本当にマルチミサイルはやりやすい。ちょっと横からちょっかい出せるかな。ほっ、一旦こっち下がって、この辺塗り固めるか。よし、いますね。そこに来んでしょ。よし、高台に上がった相手には、あー、ロボットボムが刺さる。
そこの辺にいない？よし、溜まりましたよと。そこ、ゼンダーファイヤー。よし、いいね。オッケー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 、ナイスミサイル。あっ、あぶねー。ふぅ、今のはザップだったから打ち勝てた。そんな感じがする。そこ下がったか。そこにもいるね。よいしょ、届いてねえか。一旦下がって、そこ投げ、あーってインクがない、投げ込んで、あ、待って、それきつい。インクアーマーはきつい。あー、くそー、今の負けるのかい。やってしまった。エルザそう、黒に負けましたか。おっと、ここまで敵来た。よいしょ、あっ、あいててて、来るか。あ、オッケーオッケーオッケー、今の打ち負けるわけにはいかない。さあ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 、少しずつでも。おっとっと、前線を上げたい。マルチ、この辺かな。よいしょ、上に。よし、オッケーオッケー。あ、まだ一人。あー、ナイスー。何がやった、ロボットブームか。もう、オッケー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 。さあ、塗って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 。よし、オッケー。このキルスピード、ふう。さあ、どうでしょうか。なかなかいい感じにいけたのでは。さすがに勝ったでしょう。はい、オッケー。いやー、ロボットとマルチミサイル、そしてこの塗りの速さ、強いなー。3戦目、ミステリーゾーン、やっていきましょう。いやー、にしてもインナーかアウターかってすごい選択だよね。ぶっちゃけ両方着ればいいんじゃないかって思っちゃったけどねそれは言っちゃいけないのかな、野暮ってもんですかね。さあ、この辺塗りながら前に出ようか。よし、おっと、パブロか。よいしょ、さあ行きますよ。そこ、あ、戻ってったか。お、いいよいいよ。ほっ、あ、そこにシールド乗せるのうまいな。なるほどね、そういう発想はなかったわ。いいね、こういう発想がいい味方がいると楽しいよね。ちょっと待って、それは危ない、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 バン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 。向こうマルチミサイルか。おっと、そこ投げて、あ、嘘、あ、チャージャー。うわ、そっから撃ってるか、すげえとこいんな。いやー、ちょっとやってしまった。あー、味方もちょっと苦戦気味。 あそこの回転台の上にいるチャージャー面倒だな。その辺投げて、あ、でも結構下がったね、あの人。じゃあ、マルチンスペシャルを貯めて、お、マルチミサイル、俺も行きたいよ。ちょっと下がって、行け。おっとおっとっと、向こうからも、おちょ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 、やられましたか。よいしょ、あ、ナイス味方、素晴らしい。さあ、この辺いると結構当たるからな。もうここでさ、無限にインク塗ってスペシャル貯めててもいいんじゃないかって思うぐらい強いね。まあ、やっぱりザップは一足つけると本当に、うん、強くなる。機動力がもともと高いからね。おっと、よし、オッケー、ナイス味方。さあ、ちょっと下がりましょう。さあ、俺も溜まったんでね、敵復活してから行こうか。いけ、全弾ファイヤー。そこにいるのかい。ほっ、ロックオンできてしまえばどこにいるかが大体わかるから。おっと、ロボット部分も投げやすいけどね。おっ、あ、うまいな。あと、なんとか倒したよ。
さあ塗り固めて塗り固めて、あと一発マルチミサイルいけるんじゃねえかな。ほっ、どうだ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 、いくぞ、いけ、ファイヤー、ロボットもいけ。さあどうでしょうか。なかなかチャージャーが厄介だったけど、あ、まさかの3連勝。はい、来ました。はい、というわけで今回ここまで、ぜひチャンネル登録や、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。